自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日は少し軽めの、掛け毛布、毛布じゃないですね、何か膝掛けとかそういったものを作ってみたいと思います。もちろん羽織っていただくこともできますので、マフラーのようにくるくるっと巻きつけていただくこともできます。さあ、で何を使ってどのように編んでいったのかというのを早速見ていきたいと思います。さあ、でこちらですね、すっごく綺麗な毛糸なんですけれども、リコデザインのクリエイティブのものです。 150g に 420m ある、割と長めのですね毛糸になっております。 40% コットンでできていて、とても肌触りがいいです。で、キラキラのですね、なんか糸みたいなのが入っているので、それがポイントになっていて、この薄めの黄緑色のねカラーでも特徴に、なんかキラッと光ってとても綺麗です。さあ、まず4つ鎖編みを編んでいきます。で1つ目の目に長編みを編み込みます。でするとこういった輪っかができますね。で次4つ鎖編みを編んでひっくり返す。でこの下にできた輪っかのところをくぐる形で中長編みを編みます。鎖編みをもう一つ編んで、でもう一つ中長編みを編みます。そうするとまた2つこのように輪っかができてます。3段目に入ります。また4つ鎖編み編んでいただいてひっくり返す。でその下の丸リングのところをまたくぐらせる形で中長編みを1つ。で同じ輪っかのところにもう1つ中長編みを編んでいく。で次の段ですね。で鎖編みして中長編みと。さあちょっと整理しましょう。1段目は1つだけですね、丸ができてて、2段目は2つで、3段目は3つ、4つ輪っかができています。さあ4つ鎖編みをしてひっくり返す。でいつもこのようにリングのところに中長編みを編んでいく。で中長編みと中長編みの間は必ず鎖編みを1つ、また鎖編み。で今ですね、最初と最後の間にある2つの輪っかなんですけれども、ここにも中長編みを1つずつ編んでいって、でそれぞれの間には鎖編みを編む。で最後はもう一回2つ中長編みを編むと。つまりですね、この最初と最後は同じところに2本中長編みを編んでいるけれども、間にはそれぞれ1本ずつの中長編みを編むというので、このようになっています。さあではまた次の段に入ります。いつも同じですね、4つ鎖編み編んでいただいて、ですぐその下にある輪っかのところに中長編み1つ、鎖編み1、でその同じところに中長編み1、鎖編み1、でその隣に中長編み1で、ここからは1つの輪っかに1つずつ中長編みなので、どんどん前に進んでいって、で最後のところに来たら中長編みと鎖編み1、中長編み、同じところに2回中長編み編んでますね。でこれで完成です。でなので中間にちょっと柱が多くなる感じなので、綺麗な三角というよりはちょっと末広がりな感じで広がっていきます。
皆さんもう構造っていうのは分かったかと思いますけれども、さあでこれをもうちょっと編んでいきたいと思います。もうこの毛糸本当に綺麗ですよね。このキラキラとしたシルバーの糸が効果的でキュッとね印象を引き締めています。さあでさらに編んだところがこちらです。もうねあとちょっとしか残っていないのでこの段で完了したいと思います。でこのようにちょっとネット型ネットみたいになってるんですけれども、そのおかげでかなりなんていうんですかねエアリーな感じに仕上がっていて、かといって結構ギュッと詰まっているので、あの暖かいです。実際暖かいので膝掛けですとかこう背中にね羽織っていただいたり首にくるくると巻いていただいたりすると綺麗かなと思います。さあで糸はこのように引き抜いてしまって、最初と最後の糸は適当に目を取って始末してしまいましょう。これで完成です。さあで一番長いところがだいたい180センチぐらいに私の場合はなりました。皆さんもちろんねお好きな大きさのところでストップしたりもっと編んでみたりしてみてください。さあこのビデオ気に入っていただけたら高評価ボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録していただけるといつでも新しいビデオが見られるようになっているので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。さようなら。